皆さんこんにちは。フリチストーカーに襲われていますです。もう皆さんご存知かと思いますが、改めて報告しておきます。2024年1月24日任天堂より 3DS Wii U ソフトのオンラインプレイサービスに関する終了日が掲載され、2024年4月9日午前9時にできなくなってしまうとのことです。実質 3DS Wii U ソフトの差し入れとも言えるでしょう。ということはですよ、マリオカート7もこの日に終わってしまうということです。唯一の救いが現状この日より先に差し入れしないというところでしょうか。そう、一部のソフトは上記の日程よりも前にサービス終了するようです。詳細はわかりませんが、スティールダイバーサブウォーズに関しては2023年9月4日から今までずっとメンテナンスが入っていましたが、復旧できずそのまま行ってしまったようです。ブリッジが主な原因だと思いますが、何か知っている方がいたら教えてください。このように急に消えることもあるようなので、何とは言いませんが、とあるゲームも怪しいような気がしますね。ただでさえ今も特定の人を粘着してフリチしてる化け物もいますから。数ヶ月前は全プレイヤーフリチして遊べなくしてましたから。このフリーズチートという呪物が恐ろしすぎるんですよね。どの 3DS ソフトでもフリチできるみたいですし、対策方法もないですから。とにかく今回のお知らせで 3DS Wii U の差し指が決まってしまいました。相変わらずいつ何が起こるかわからない状況なので、心残りのある方は早めに遊んでおくことをお勧めします。また事前から言っていたように、差し指が決まった日に生放送をすると言っていたので、今日の夜生放送をするので、よかったら見に来てください。マリオカート7ができるかもわかりませんが、このチャンネルではこれからもマリオカート7の現状を伝えていく予定です。何か動きや情報があれば DM まで連絡くれると助かります。ご視聴ありがとうございました。